こんにちは。孤独でございます。今日岩田さん、綺麗なの。すっごい綺麗ですよ。昨日ちょっと雨、弱い雨がぱらついて、で、空気の中のいろんな不純物がね、取り除かれたと。で、今日ちょっと風が強いから、すっごくね、生えてます。この時期としてはすごく生えてますね。まあ、ここ最近はすごく霞がかった年が多くて、これは自然のものなのか、何かばらまかれてるのか、多分ばらまかれてるんじゃないかなと思いますけど、そんな年が続いてましたけど、今日は絶好のコンディションです。で、それでですね、今日は岩津さん綺麗なんで、岩津さん綺麗に見えるところスポットもあって、写真撮って歩くかなと思ってました。ここは僕が好きなね、この時期に逆さ富士がこの田んぼに、映るところなんですね。今日風強いから映りません。映りません。ちょっと下のところに風遮るところの田んぼにね、映ってたんですけども、それを写真撮ろうとすると、ここがお墓なんですよ、お墓。お墓映っちゃうんで、映しません。というところでございまして、皆さんにね、少しでも癒してあげたいな、皆さんのことを癒してあげたいなということで、岩津さんの絶好の撮影スポットをぐるっと回ってみたいと思います。